うも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室、ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレ使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回は、今ちょっと話題になってます、竹内まりやさんの曲で、命の歌。こちらの曲を、このちっちゃいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみると思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流シンプル簡単バージョン。後半は、あの雰囲気を出す弾き方、あのかっこいい弾き方でやる、かっこいいバージョンの2バージョンやりたいと思います。最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、今や音楽やりたい、聴きたい、やりたい曲を楽器弾いて歌う弾き語り、これね、もうほんと最高なんですよ。皆さん、音楽始めませんか？やる方で始めませんか？はい。でも、楽器は苦手なんですって方多いんですけど、ウクレレだったらすぐできますよ。弦も4本でちっちゃいからいつでも触ってられます。簡単です。なんだけど、やったらわかる。奥の深さがありますからね。ずーっと続けられるパートナーになってくれると思います。どんどんやりましょう。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけでどんどんできるようになります。もうちょっとしたらこの辺にリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通り動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ？もうできちゃった私。すぐなりますからね。YouTube ですから。いつでもどこでも、スマホでも見られるし、無料。すぐ始めましょう。じゃあリンク貼ります。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこにはガズが今まで取りためたあらゆる音楽ジャンルの曲が800曲、900曲ぐらいもうアップロードされています。全部ウクレレが簡単にできるように弾けるようにした簡単レッスン動画になっておりまして、最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏メロ、演歌、洋楽、ハワイアン、映画の曲、アニメの曲、もう何でもかんでもウクレレで弾いてますんで、さっきのリンク先のところに行って曲検索したり、ジャンルボックスから選んだり、好きな曲どんどんやっちゃいましょう。それでは早速行きます。竹内まりやさんの命の歌、ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみます。
のジャジャン、竹内まりやさんの命の歌、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。今のは聞いていただいて分かったと思うんですけど、ショートカットバージョンにしております。フルコーラスやりたい方、コード進行は一緒なところ多いんで、歌詞を書き出してご自分でこうの、本を作ってくださいます。テロップと一緒にできた方、その方もこう自分でノートに書いてね、やって自分だけで演奏してみるといいと思います。オリジナルアレンジでお届けしました。その時の皆さんのメモる参考になるように私のガズのノートを見ていただきます。これイントロ、オリジナルな感じで、ここ伸ばしますね。ここちょっと伸ばす感じで最後ね、やります。テロップには書いておきます。で、ここから A メロですね。で、いつものことなんですけど、下にくるっと囲ってる、こういうやつはこの、かっこいいバージョンでやる、コードなんですけど、これはですね、結構いろいろ入ってきますんで、細かくなります、かっこいいバージョン。今のは、シンプル簡単バージョン、上の段をゆったり四つ引きでやりました、ということになっております。この辺もね、いっぱい書いてありますね。はい。じゃあ、一時停止で。はい。じゃあ、ここからサビ。ここはサビなんですけど、サビがですね、この、ここの4列がサビなんですけど、サビ1、サビ2とちょっと、分かれてて、で、ここ赤文字のところはね、また戻ってきたんですよ、ここに。なんて、ひとまずこれメモっといてください。この赤い字は、3回目に来る、最後に来るサビってことに、しております。これガズレレオリジナルアレンジですからね、はい。ちょっとこの辺細かいですけどね。はい。で、ここがブリッジパートと言われるところでございます。で、ちょっと構成としては、イントロからこう A メロやって、サビここまでやって、ブリッジをやったら、ここまで来たら、ここ、サビ3へって書いてあるから、そしたらここのサビ3へ、赤い字で書いてあるところをやって、最後、エンディングのラストのところで終わったという構成になっております。じゃあ、コードの解説、出てくるコード、これだけです。CAm、FDm、D7、G7、E7、Em7、はい、出た。ガズレレ必須コード、オンパレードです。このコードは、これですね、ガズレレ必須コードいつも出てくるやつなんですけど、これはね、ガズレレ必須コードっていうのはウクレレやる人は覚えといた方がいいですよ。必須ですから。という感じのコードのグループです。ウクレレにとってめちゃくちゃ便利で都合が良くて、もう大の仲良しの頼りになるコードのグループのことをガズレレ必須コードと言っております。10個ぐらいあるんですけど、1個ずつ見たらめちゃくちゃ簡単なんですよ。指1本もいっぱいあるし。ただし10個いっぺんに覚えようと思ったらちょっと大変。それで私が、ガズがめちゃくちゃ分かりやすく頭にスッと覚えられる動画を撮ってます。ここにリンク貼っておきますんで、ここの動画でじっくり楽しく覚えてください。今日はその中 の主要メンバーがフルセットで出てきます。コードは多いけれど、入門コードのグループですんで、安心してください。というのが今やったシンプル簡単バージョンでした。じゃあ、ここからかっこいいバージョンやっちゃいます。かっこいいバージョンはコード。ちょっとかっこいいコード。2つ、3つか増やします。急にね、ちょっとレベルが上がります。どんどん次、いきますよ。どんどんいきます。まずはこの Fm というコード。これがガズレレでも出てくるんですけど、初心者の人はちょっと難しい。押さえる場所いきます。ここと、ここ。こうやって押さえるのが教科書通り。で、いつものことなんですけど、ガズさんはこの部分をこう、親指で握って押さえちゃうという押さえ方です。音が出ればどっちでもいいと思います。親指で握る方はこう、ぐっと握る。上の方に握る。人差し指で押さえる方はぐっと下げる。この辺がポイントになります。はい。じゃあ次。これもよく出てきますね。G7 サスポーですね。G7 サスポーっていうのは G7 と行ったり来たりするっていつも言ってるやつで、G7 っていうのはこことここの三角形を押さえるでしょ。小指見て、入れたら G7 サスポー、離したら G7。こうやって使い分けます。それと似たような感じでもう一個出てくるのが、E7 サスポー。一箇所だけこう出てきますね。E7 サスポー。ここで出てくるのね、ここで。E7 サスポーも E7 と行ったり来たりします。E7 っていうのは皆さんご存知の通り、こことこことここでしょ？こうやって、これが E7。人差し指見ててください。これやったら E7 サスポーで E7。はい。こんな風に。こんな風に使います。このコードを足して、かっこよく弾いていきましょう。そして弾き方なんですけれども、ドン！まずガズペジオと、16ビートでいこうと思います。16ビートのチャだね。ガズペジオっていうのはこういう弾き方。これピアノっぽいイメージの感じで、これは結構ね、この曲に前半合います。で、サビになったら16ビートのチャなんですけど、結構シンプルなのです。ダンダカチャカタタンダカカタタンダカカタタンダ。こんな感じでいこうと思います。この2つの弾き方、解説、ここに貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からガズペジオと16ビートのチャを動画で見ながら練習してみてください。ちなみに16、ガズペジオはね、ちょっとやればできると思うんですけど、16ビートのチャっていうのはなかなか難しいリズムでして、8ビートができて、8ビートのチャができて、16ビートができて、16ビートのチャみたいな感じ。だんだん、なんていうのかな、レベルアップしていくような感じのイメージのリズムなんで、ちょっとこれ、
根気よくやっていきましょう。16ビートのチャがちょっと難しいなと思った方、ゆっくり8ビートでもいいですよ。泣きたい日もあったかだ、これでも構わないと思いますけど、まあ今回デモ演奏では16ビートをゆったりした16ビートのチャでやってみようと思います。あとこの曲は特にこう決めという決めはないんですけど、さっきも言ったんですけど、このワンブロックにコードがねいっぱい入るっていうのは、こういう応酬のところもあるんですよ。この辺のところとか、この辺のところが結構ね、こう F マイナーとか入ってきたりとかして、結構忙しいです。ゆったりしてるんだけど、言葉もバーっと結構思いっきり次々と言葉も入ってくるし、コードもぐんぐん変わっていくんで、結構ゆったりなんだけど、こっちは結構ね、もう焦るって感じなんで、なるべくこう落ち着けて、はい、この曲のね、こう、だって命の歌だもの。こう、感情を込めて、命、ありがとう。はい、私もね、命を救われてますから、感謝を持って歌いたいと思います。それでは行きましょう。竹内まりやさんの命の歌、ガズレ流かっこいいバージョンやってみる!2、3、4。命の歌ガズレリルかっこいいバージョンやってみました。ガズペジオと16ビートのチャでこうクッとこう全体が引き締まった感じがします。コードがこうワンブロックに4つ入ってくるとこうなかなかこれ癖物でですね、言葉のタイミングとこう結構リンクしてくるんでね、まずこの辺をこうクリアしながらも、やっぱり歌のねこの歌詞とこの中身の感じ、命の歌ですから、はい、楽しんで思いっきり歌いましょう。ありがとうございます。さあ、ガズレレのガズ、このウクレレ持って全国飛び回ってます。そんなようなイベントの最新情報と使ってるこのウクレレゲットできますよ。このウクレレの情報並びに本をいっぱい出してます。そんな最新情報、この後ちょっと動画でしつけておくんで見てってくださいませ。はい、ありがとうございます。チャンネル登録の方もお願いします。それではご案内動画どうぞ。
はい、どうも。そういうわけでガズレレ .com のホームページをまずはご覧になってください。ホームページとリンクここに貼っておきます。何はともあれホームページにみんな出てますからね。で、今ですね、予定されている年内のイベントはもうソールドアウトになってて、ちょっとご案内が難しいと思ってたところに、一個、このメレカリキミカというエビスガーデンホールでやってる、サザンオールスターズの関口さんが、やっていらっしゃるイベントに、キッズウクレレの、ケーキウクレレの講師としてガズさんへ、選ばれましてというか、もう光栄なことでございます。それにちょっと登場することになりまして、よかったらまた、ホームページ内にご案内、イベントのご案内のところに載ってますんで、ちょっとチェックしておいてください。あとはですね、このウクレレ、今事前予約販売、コンサートはもうちょっと予約販売分も、なくなっちゃったんですけど、現状、ソプラノまだちょっとありますんで、はい、どんどん、ホームページから行ってみてくださいね。あと本出してます。はい、こちらリットミュージックから出てる100曲入りの、めちゃくちゃ分かりやすくて簡単で楽しい本です。100曲入りですよ。これがめちゃくちゃ売れてますんで皆さん、売れてるってことはそんだけ皆さんいっぱい楽しまれてるということでございます。ぜひお手に取ってみてください。あとはこの主婦の友社から出ているガズさんの人生を語っている本というのもありますからね。どんどんお願いします。音楽はもうここだけじゃなくてやっぱこっちも大事、ハートも大事ですから、そんなことも触れていきたいと思います。そういうわけでガズさんはね、ブログを書いていたり、サブチャンネル、YouTube サブチャンネルでガズトークという、チャンネルも持ってて、なんかそういうね、それ面白い話もいっぱいしてますんで、フォローの方よろしくお願いします。さあ皆さん楽しく音楽しましょう。どんどんウクレレで、もう周り巻き込んでね、はい、そんな楽しい人を増やしていければなと思います。さようなら、バイバイ。